Thank you.
ちょっとね、ちょっと下手だったけど、俺も多分これ練習しないと難しい、難しいこれ。下手ピだな俺も下手だねあ、これ難しいわ。難しいよ、これ何回も練習しなきゃいけないよ。ちょっと、いや、つけなくて大丈夫。あ、面白い、これ ここまず隠して、これ確認させて、これをまず出して確認させて、で、折れてないことを確認して、それ上手に持ってこい、できないね。じゃなくて、これで、引っ込めん。あ、違う、これお姉ちゃん持ってるじゃん俺がやってどうすんの。で、まずこれ俺に出して確認させて、で、確認させて、それもう手の中に隠してないと。じゃあこれもう曲がりません。そうそう。で、下手くそ。あれちょっと待って。あと俺ちょっと。そう、親指隠してたらダメですよ、特に。で、こうやってね。あ、こういうふうに持って。で、確認してください。下手くそ。さっき言えばいい。あ、一つだけも。私をものにしたいなら、もっとつびびとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。